はい、皆さんおはようございます。カズノコです。今日はですね、天気もいいんでこの S1XR で知多半島の方まで走りに行きます。で、道中にあるあの常滑チャーシューの、有名な店でですね、でっかいチャーシュー麺を食べて、でそこからまあ時間があれば知多半島をちょっとくるっと回って帰ろうかなと思います。で、日もね出てきたんですけど、とりあえずちょっとまだ手先が寒いんで電熱をつけますね。革ジャンがですねちょっと大きいんですよね、サイズが。それがちょっと長いようです。で、今ね指先がかじかんでる状態で、これ電源オンにしたらもうすでにあったかいですね。走り始めて30秒も経ってないんですけど、素晴らしいですね。レッドバロンのこの電熱グローブおすすめです。常滑チャーシューの店がですね9時半オープンで、今この Google のナビだと9時29分着なので、ちょうどいい感じですかね。ここから残り30キロで57分でですね、これ最近気づいたんですけど、今この Google マップ、雲のマークにバッテンが車線が入ってて、このインターネットに繋がってないんですけど、オフラインマップで今見てますね。オフラインマップをダウンロードすると、インターネットに繋がってなくてもですね Google マップ使えるんですよね。なんで今までテザリングでこの iPhone 11を使ってましたけど、もう今後テザリングも必要ないですね。これはすごく便利です。でですね、実はこの、レッドバロンの電熱グローブのバッテリーが手に入ったんで、今予備バッテリーがこの中に入ってます。なのでですね、予備バッテリーを使うとこの、電熱グローブ多分8時間ぐらい使えるんですよ。1個のバッテリー4時間使えるんで、なんで8時間も使えるとなると、まあ、1日のロングツーリングも余裕でカバーできますね。すごく安心です。
チャーシューはこの道沿いですね。右手に海が見えます。なんか久しぶりに海見たな。気持ちいいですね。はい、着きました。開店まで待ちます。人がいるんであんまり喋れないですね。グラサンがすごく似合うイケメンな人が前にいますね。ミラー越しで分かります。顔が、鼻がシュッとしてますね。まだ若いんだろうな。警告灯がついちゃいました。前回ね、ガス欠寸前で自宅に帰ったんで、まあその失敗を踏まえて今回はちゃんとね早めに給油したいと思います。いやー、なんかSNXあるね、タンク容量20リットルもあるんだけど、すぐガソリンなくなるんですよね。まあそんだけ燃費が悪いってことなんですけど、残り64キロ走れるっぽいです。で、まあ野間崎灯台まで15キロなんで、灯台までは行けますね。その近辺でガソリンを入れようかなと思います。まあこの辺って、まあ、観光地っていうのかな、だからガソリン高そうですよね。今風でね、左の方にバイク持ってかれました。大型バイクでもね、これ230キロあるんですけど、まあ、風に煽られることはありますね。ガソリンスタンドがありました。まあエネオスじゃないけどね、もう前回の失敗を踏まえて入れます。167円、まあ安くはないですね。廃浴178円か。
54。このタイプなんでね、やりづらいですね。力が入りづらいです。沼のね、灯台を今、出発して、ね、これから知多半島を一周して帰ろうと思います。40分ぐらい駐車したんですけど、もう水温計が40度下回ってますね。39度、冷えるの早いですね。まあその分風がね、強くて冷たいってことですよ。はい、じゃあちょっとここの公園を歩いてまた移動します。
ちょっと寒いんで電熱グローブをつけます。